てこの両者どっちが強いのか。今夜夢の対決。身長146センチ、体重37キロ、極真空手代表白鳥泰樹11歳、小学6年生。小柄な体格にもかかわらず、昨年の全日本大会において無差別級準優勝。40キロ以下ではすでに国内敵なし。そんな空手キッズが今回初めての海外でまだ見ぬ強敵に挑む。少林拳代表東文化11歳、小学6年生。身長160センチ、体重39キロ。その長い手足を武器に1500人いる学内の40キロ以下級で2年連続チャンピオン。中国には小学生の全国大会はない。故に超名門校ガハ武術専修院のチャンピオンは事実上国内最強。試合時間は2分。少林拳、極真空手、それぞれの審判団により交互に対決。2戦終えても決着がつかない場合、3戦目はホームの少林拳の審判団で行うものとする。極真空手 VS 少林拳ラウンド1。さあ
左に長打と、その回し蹴りが入って主導権を握っています日本の体育軍。そのまま守りきるか、コケダン右のケダンが入りました。ここまでは体育軍優勢か。さあ左右、日本の体育軍が右、宮下残り時間がなくなってきました。その試合残り4秒、今第2試合が終わりました。判定は赤3つ。第2試合、極真空手体育軍が取りました。極真空手 VS 少林拳ファイナルラウンド、運命の第3試合が始まりました。さあ、まあできた、前へ中段が入った、コウ君の右の中段が入りました。もう一度中段、やり、あっとまた中段を放っていく、コウ君の中段が入っている。先ほどから見事に決まるコウ君の中段回し蹴り、派手さこそないがポイントは次々と加算されていく。少林拳のコウ君の中段は、あっとまた防御できない、防げない、特進空手日本の太一軍がこの中段を防げません。なんとかしたい、なんとか諦めずに曲がってきた。さあ、バッチリ左の上段、なんとか反撃していこうという太一軍。また中段か、左の中段を上がっていく中央の攻撃、政権陣、政権の試合、しかしなんとか諦めずに前に出ようという日本の特進空手、一人乗り込んできました。太一軍残り時間が間もなく1分、運命の第3試合、こっから前に出たい。あっとまた中段だ、もう一回、あーっと押し出した、コウ君闘志むき出し。さあ残り時間1分を切りました。中段蹴りを防げないここまでの太一君ですが、なんとか前に出ようという、あーっと残り時間が少なくなってきました。なんとか反撃したい、諦めずに前に出ようという日本の極真空手代表体育軍、前に出る、あっと相打ちになった、時間がなくなってきました。残り10秒切った、残り時間が少なくなってきました。さあ最後の力を振り絞る、必死に前に出ます、必死に前に出る日本の体育軍。あっと組み合った、組み合って残り2秒になりました。残りわずか2秒、さあもう時間がない、第3試合が終わりました。極真空手と少林拳、運命の判定です。黒少林拳、勝ったのは少林拳刀剣、2勝1敗、この勝負少林拳の勝ちとなりました。極真空手日本の太一軍もよくやりましたが敗れました。